Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Human sacrifice. Uh, I have been teaching children for over 40 years, so uh, when I found these boys were bruised in some part of his faces, I was very much shocked, so I just tried to re examine this uh, oil painting uh, painted by Verroccio uh, and Leonardo da Vinci. エンジャパニー e やっぱりこう40年間、uh, 幼児を教えてきた性もあるんですね。こういう子供たちを見ると大変気になるんです。Uh, 子供たちは明らかに打撲症といいますか、虐待を受けてますね、あのー。で、なぜこんな虐待を受け,を受けているかという部分と、それからなぜこんな虐待を受けたのかと。あれはもう一つは、あのー やっぱりなぜこんな絵を、ね、あのダヴィンチがまあ描いたか、まあ、ダヴィンチとベロッチョと書いたわけですけどもベロ、最終的にはダヴィンチがあの完成させたということになってますけど、なぜこんな絵を描いたかということなんですよね。でそれれにについてまあこれ気になる 事実があるんですけども、ヨハネの福音書ではですね、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありませんと。人の子を食べるってわけですね。まあ、現在これについては、キリスト教側はですね、人の子というのはキリストの子と言ってるんだと。神の子なんだと。っていうことは言ってますので、私もう一回確かめてみました。本当にそんなことを聖書の、ね、福音書に書いたのかどうかということなんですけども、確かめてみましたら、やっぱり人の子となってましたね。神のことは書いてありません。 それで、まああの、従来というか、昔はですね、まあ、あのキリスト教でもヒンズー教でも担当らでもですね、生贄にえを、まあ、重要視していたわけです。そして、その生贄というのは人間の子供であったわけですね。ケツアル・コアトルという、まあ、南米アステカのね、恐ろしいあの蛇の頭をした神様もそうだったんですね。 で、私はここで、あの、前から言ってますように、なんでこんなところに穴あきドルメンがあるかということなんです。穴あきドルメンっていうのは、小笠図で3000個以上見つかってますけど、その近くっていうのはそば、そばでですね、この前、あの、友人の加藤さんが行かれまして、若い少女たちが犠牲になって、その頭蓋骨があいっぱいあったということを報告してくださいました。 で頭蓋よだけで体は別のところになったさんとそうですね。その後これは本当にキリストなのかこれは本当にあのバプティストのバプティズムあの人のヨハネなのか私は疑問に思います。ということを考えながら皆さんもう一とあの穴開きドルメについてのビデオをご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is、uh, Hiroshi Hayashi, Makote j And and コー・マイ a、ah, フランス。Cannibalism:Dark History of Europe 人間が人間を食べる。ヨーロッパの暗黒史。詩、えー。マイカ・マスコさんとケイコー・カトーさんがですね、まあと,、まあ、とてもショッキングな情報を届けてくださいました。でその前に、 あのヨーロッパにはですねアナきキドルメンというのが数千個以上見つかってるんですねコカサスだけでも3,000個以上見つかっていますでこれが何の目的で何のためにあったかですけどもこれについて人間を閉じ込めておくための倉庫であったということを私は言いました、まあ、一般的にですねキャニバリズム人間が人間を食べるという習慣はマヤインカの時代 アステカの時代から回りましたこれらの絵はですね、えー、ブラジルでのカニバルのいわゆるその風景ですね。まあ残虐極まりないというか、あのまあ気分が悪くなる人も多いかと思いますけども、まあ今回あえて紹介いたしました。しかしヨーロッパに関してはですね、極めて資料が少ないんですね。で、ヨーロッパの人たちも大変口が重いんです。しかし、えー、ルネサンス期、 15世紀、16世紀にはですね、カニバルズは普通になされておりました。わずかですけども、こうした証拠が残っている、残っています。で、このカニバルズ、いわゆる人間が人間を食べるという習慣ですね。で、1枚だけ1951年に描かれた絵が見つかりました。で、これは、あの、まあ、ルネフサンス期ですね、まさに。 えー、時期と場所が分かっている数少ない絵の一枚なんですね。あのー、やはりこうヨーロッパの人もですね、あのー、自分たちのそうした暗い過去と言いますか、暗い歴史を、まあ、まあかか、誰でもそうですけどもね、日本人でもそうでしょうけども、隠そうとするわけですね。まあ、隠そうというか、あえて表沙汰にしないでおこうということなんでしょうかね。しかし、特に、 えー、ダヴィンチ、ルネサンスの時代にはごく普通のこととしてなされていたことは事実です。でそんな時ですね、あのフランス在住の、えー、ケイコさんとマイカさんがですね、これとは別にあのこのことには直接関係ないんですけども、レポートを送ってくださいました。えー マイカ・マスコさんとケイコさん、加藤ケイコさんはですね、ワインの研究家として知られています。そしてあの本も出されております。で、グルジアの隣の国のアルメニアに行ってきたというわけです。そこで、えー、ケイコさんとマイカさんは大変奇妙な事実を、まあ、知ることになるわけですね。 である、まあ、発掘現場行ったんだけども、入り口は塞がれ、誰も中には入らないんだけども、ということで、特別に入れてもらったということだそうです。それで、その説明内容がですね、今まで聞いてきた人は全く違っていたということなんですね。ディアナさんの、ディナさんですか、あの、説明にはあぜんとしましたと。この場所は死者を伴うための場所であったというわけなんですけども、実はそうではなくてですね、 えー、いわゆる発掘されたのは頭蓋骨。しかも7歳から15歳までの少女たちのものであったと。で、頭蓋骨はね、あの別の場所で発見されていると。いわゆる首をちぎられて発見されているってわけですね。で、亀の壺が怪しいっていわけですね。中から人骨が見つかったってわけです。頭部は切り離されていたと。これはみんな少女たちのもので、食べられた跡があるという説明を受けたそうです。 いわゆる少女たちはここで食べられたわけですね。で、少女たちは調理され、そして誰かがワインを飲んでいたということなんです。で誰が誰を食べたかですね。DNA 鑑定がまだなされていないということです。いわゆる、まあ、まさにその食人、カニバルズの証拠、直接な証拠を、えー、敬語さんと、えー、敬語さんたちはですね、えー、まさに、その証言を得たということなんですね。まあ、あその、えー、 写真を送っていただきましたので、今、皆さんに紹介してますけども、えー、こうしたその証拠が直接といますかね、あの証言として手に入るということは大変珍しいことなんですね。で、このトルコ、それからあのコーカサスです。まあまあ、以前は全体をコーカサス地方っていうんですけども、まあ、そこへ行かれてそうした事実を知ったというわけですね。マイカさんとケイコさん。 どうもありがとうございました。あのー、これで一つずつまた証拠が集まっていきます。で、これがその、まあ、発掘現場なんだそうですけども、先ほど言いましたように、少女たちがですね、首を切られ、そして別々の場所で、まあ、見つかったというわけですね。で、レザーの靴が見つかったということも、まあ、報告してくださいました。 まあ、あのケイコさんとマイカさんはですね、世界中を歩きながら、あるいは旅しながら、ワインの、えー、研究を続けていらっしゃいます。えー、先般、えー、日本に来てくださった、来られた折にはですね、わざわざ私の家へ寄ってくださいました。あごめんなさいあの、一緒に食事をさせていただきました。あの山荘へ、ね、あのよよ行く予定だったんですけど、忙しくてね、掃除をしてない、草を刈ってないというような状況で、 あの申し訳ありませんでした、恵子さん。それから、次回ね、おいでになるときは必ず、あの、山荘にご招待申し上げます。で、この写真は、ディナ・ザ・ダイアンさんが撮られた写真だというわけですね。まあ、要するに、あの、まあ、この後も、その証、証拠と言いますか、新しい証拠がまた出てきましたので、皆さんにお見せしますけれども、あのい、いわゆる人間が人間を食べるという習慣は、 ごくまあ普通になされていたということですね。そうしたその絵画はあ、ルネサンスの、えー、巨匠たちがみんな描いてますね。あのダヴィンチンは,はそういった残酷な絵は描いてませんけれども、ほとんどの画家はそうした残酷な風景を描いています。ルネサンスという時代はですね、あ陽光がさんさんと輝く明るい時代を皆さんは想像なさっていらっしゃると思いますけれども、全く逆ですね。 調べるは調べるほど暗黒の時代であったということがわかります。この辺があの慶子さんとのあのいわゆるなってますかあの得意分野というんすかねあのアルコールの研究をなさっていらっしゃるわけです。グルジュアのこの前あのワインをいただきましたけれども本当に全く味が違うというか美味しかったですね。酒の飲めない私でも。 ごくごくと飲んでしまったという、まあ、恐ろしい酒でした。でカッパドキアにもねあの、ずっとあの辺、トルコの方を回ってらっしゃるもんですから、あの車で行かれるんだそうです。フランスからあ何時間とかに、30時間とか40、ごめんなさい、記憶ですけども、かかって行かれたそうです。えー、ご著書もいただきました。いわゆる、まああの ワインの分野からもね、エイリアンの存在はあの確実である、ワイン研究の分野からもね。ということが、まあ、ケイゴさん、マイカさんの、え、持論であります。まあ、あの、要するにですね、四方八方から集まってくる情報は、ちょうどジグソーパズルを組み立て,立てるかのようにですね、一つの、あるいは一枚の A とつながっていくわけですね。 あの一枚の絵ということは人間だけがこの地球上の生物ではない知的な生物ではないということです。これは恵子さんと前香さんがつくあの作られた厚さが2センチほどもある分厚い本なんですよ。で舞香さんがカメラマンで恵子さんが文章を書いていらっしゃいます。 今これあのアルゼ、アゼルバイジャンの地図を見お見せしましたんですけども、この辺全体をコーカサスっていうんですね。で、コーカサス地方っていうのはですね、まあ、ア,ルゼアゼルバイジャンがあり、グルジア、エゴジャジョージアと書くので、グルジアがあるわけですね。で、この辺全体をコーカサスっていうんですけども、このコーカサスって3000個以上のいわゆる穴あきドル面が見つかっているわけです。 これは、あの、ちょっと人肉の様子なんで、誰が食べてるかっていうこと、ちょっと一つのヒントになると思いますけども、食べる側の人にはですね、こうしたヒレといいますか、背中にこうヒレっぽいものが書いてあるんですね。これはブラジルの絵なんですけども、いわゆるレプタリアンを思わせるようなヒレが偶然の一致なんでしょうかあのヨーロッパのルネサンスの時代の絵の描き方と非常に類似して、まあ、類似した絵の描き方で書いてあるわけです。そうしましたら、新しい情報がマコテさんより入りました。 えー、まあお読みください。<music> その「i ンシャントオリジンズ i っていうのはこれがそのもともとのレポートなんですけども 最初の部分だけ訳してみますが、要するにですね、いわゆる人間を溶かしてですね、そして粉々にしてしまうという、まあ、恐ろしい石棺だというわけですね。えー 普通人間は50年から200年かかるんだそうです。しかし、40日以内にもう完全に溶かして消してしまうという石棺だそうですね。特殊な化学薬品、特殊な、まあなんていうか、物質を使ってそうしていたそうです。まあ人間の知恵ではないですよね。まあこの辺はアソスの 町の説明ですまあペルシャ人がやってきて滅んでそのあと今度はアレクサンダー大王がやってくるんですね。そうしたらまあこの民族が入れ替わり立ち替わりこの辺りにやってくるわけです。 そして最終的にはローマ帝国に吸収されると。まあ、続くマコテさんの文は衝撃的なものです。あの全体を訳してまとめてくださいました。 要するに人肉を食べながらもですね、その食べ残したものの処理に困ったということですね。そしてこうした石棺を作って人体を処理していたということです。そのすぐ近くに、っていうかその周辺に硬化さいてかそのあたりを硬化さつっていうんですけども、そこにこのアナーキドルミンがあったんですよ。皆さん。では続くビデオをご覧ください。Thank you very much. Bye. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto. I say, just a collection of fact is not ecology, but we have to weave fact among them and uh, find out sort of a logical theory. Uh, to be meaning, meaningful and uh, which has an order. And theory, the theory often starts with a hypothesis, and this is one of them. In Caucasus, Russia, there are more than 3,000 3, dolmens like these with very strange holes in Japanese. ただの待ってください事実のですねただの寄せ集めは考古学ではありません考古学というのはそれらの考古学事実をですね、えー、寄せ集めそしてその中から意味のある合理的な理論と言いますかね公式を導き出さなければ導き導き出すのが考古学だということですねちょっとごめんなさい。 で、今私たちはこの事実を見てるわけですね。そしてその事実をですね積み重ねて仮説を立てるわけです。でその仮説に従ってそしてこう何て言いますか事実をさらに積み重ねながらその中から理論を組み,組み立てていくということですね。でまあ今日お話しするのはその仮説の一つにすぎませんけれども今言いましたようにあのあのあるドルメンこれひ,ひ,ひ,ひとまとめにしてドルメンと言ってますけれども 前まあ、いつかやりましたように、ドルメンにも UFO の着陸台としての意味のある、意図して意味のあるドルメンもあれば、こうして穴のあるドルメンもあるわけですね。まあ、石を組んで作られたのを一般的にドルメンというんですけどもね、明らかに人工的なものです。そしてこの穴が開いてるんですよね。で、この穴は何かということなんです。まずこれを考えるんですね。大切なことはまあとにかく考えるわけですね。そして、こうした事実の中から、 何かの,この仮説を立てていくそれがまあ先ほど言いましたように、まあ、そこから考古学が始まるわけですね。で一つの事実としてこうしてほとんどのってますかドルメンあのにはですねここの高架札のドル面には屋根があるんですね。蓋があるんです。なぜこんな蓋があるかということなんですね。もちろん墓じゃありませんよ。 こんな石はねそんなに簡単に持ち上げられるもんじゃないですかそれからすごくこのようになってますか丁寧に彫刻してありますね隙間がないようにあの彫刻というか石と岩を合わせてあるということなんですねこれ一見割れているように見えますけども隙間,な隙間がないんですよよく見てくださいそしてここもそうなんですよね丸い石を削ってそして穴が開いているだから部屋の中はこうなっているんですね そしてやはりこう隙間がないわけです。丁寧に作ったら。特にここを見てください。これは森本さんが特に注釈をつけてくださいましたけども、カーブした岩を使ってるんですね。そして中には狭い部屋がある。皆さんこれ何だと思いますか考えてください。私も考えました。そしてですね、一つの仮説を導くんですね。 窓がありますね窓というか光取りがありますね。そして上から見るとこういう小さい部屋なんです。蓋がない状態で見るとこうなってるんですね。丁寧に作ってありますね。岩ですよ、みんな、これはコンクリートではなくて。そしてこの蓋も見つかってるんですよ、その近辺からは。蓋らしきものと言ったらいいんでしょうか。穴を塞ぐ、ここにもありますね。これをよいしょと立てれば蓋になるんです。あるいはこの線をしてあるのもあるんですね。 蓋をしてあるのもあるんです。まあ落ちているのもあるんですね。近辺にはまだだいぶ大きなっますか、それらしき輪があるわけです。何のためにどうしてここにも大きなドアドア風の蓋がありますね。立てればそのまま蓋になってしまうんですね。そうなんです。私はこれを折りという風に仮説を立てました。これらはですね、子供たちを 入れておくための檻なんですもちろん彼らの餌としてですよまあこラよりあの人間の子供はある種のエイリアンの餌であったことは間違いありません彼らは地球へお人よしのために来ていたわけではないんですねそしてこうしたドルメンが世界中で見つかっているその中の一つが私は 石舞台だといいううふうに考えていますならジャパンにあります石す石舞台でこういう石舞台ですけどもこの石舞台は大型の何て言いますか折ということになりますねその一つのまあ理由としてですね私これあの甲府へ行った時にあの気が付いたんですけどこの石舞台からですねまっすぐと甲府にある銚子塚古墳 あなたへでも最大級の古墳ですけども大きいですよこの古墳は2線を引いていますこの黄色い線左からの黄色い線がその線です注意深くご覧くださいいいですかこの黄色い線が寸分の狂いもなく石部隊からの線がですねこの超静塚古墳を指しているわけですなあち超静塚古墳はまっすぐと石部隊を向いているんですね彼らは人間の子供を食べていたわけですねそしてその なっってていますか連れていく発着体が興奮であったと人間の子供はまさにアルシリアンの餌であったわけです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi Hamamatsu, j a p a n ジョモン n people were slaves of food for aliens.This is a very shocking story for the Japanese people. 遠い昔、まあ、旧式のロケットですね、まあ、そのタイプのエイリアンだったと思いますが、地球へやってきました。そして、まあ、日本への土地に降り,て降り立ったわけであります。そして、まあまああのまあ、日本の、ね、文明を導いたといいますかー。ということなんですけども、ちょっと待ってくださいということなんですね。で、実は何のためにやってきたかということなんですね。 でここにね奇妙な像があったんですね。私、初め気がつかなかったんですけど、この像なんですね。顔なんです。顔をよく見てくださいね。まあ、指はこの前、あの前回精査しましたけども、3本ですからまあ、いいですね。顔を見てくださいねで。この顔を見ててね、ふっと思い出したことがあるんですね。でこれ、ちょっとあのこの,この写真撮るときはそれほど意識しなかったもんですから、あの簡単に撮ったんですけども、ここに鱗があるんですね。鱗というか、まあ あのュウ類独特の何て言いますか皮膚をしているわけですね。で、これ、あの左のあのこれは爬虫類人間の創造です。いわゆる爬虫類型人間ですね。これはあの創造ですけども、この皮膚がですね、非常によく似ているということなんです。で、これはあのシュメールの神様と言われているまチュウ型人間と言われております。で、やっぱり爬虫類型人間っていたんですね。そうしますと。これはあの法隆寺にも同じ像がありますからね。あのまあ、以前紹介しましたように。 えー、法隆寺にもありますでこの爬虫類型人間とそして、えー、これはあの山梨県甲府のねあの山梨県高校博物館の中にある像と顔を比べてみますとやはりよく似てるんですね肩幅の広い点もよく似ておりますそしてこれはあの森本さんが送ってくださった 資料の中にあったんですけどもこの中に森本聡さんがね送ってくださった資料の中にあったんですけどもこの中にやっぱりこのエイリアンらしくものがあの同期の中にあの見られるわけですね。一体これは何かということなんです。でこれやっぱり比較してみますとあの場所年代はねあの縄文時代とは非常に長い時代ですからあの全く別々のものだと考えています。これはあの あの演算子のノとさんが発見なさったものですけども、このあの発見ということは、このメイリアの目をですね、あの縦の線が入っていると、明らかにグレーであるということを私に教えてくださいました。これはこの演算子のノとさんが発見してなさったものです。で、この両者を比べてみますと、やっぱり似,似てるんですね。あの前の上から目からシュッシュと伸びてる線ね、似てるんですね。そしてこの エイリアン型の人間の前のは上の太い線。それから指が3本であるとで、こうした事実をいくく、あのこれはあの国宝府の博物館のあのあるあの土偶ですけどね。で、指が3本であるとで、この顔ということを考えていきますと。と、えー まあもう一つでは重要なことありますね。ごめんなさい。顔が非常に平らだということですね。平べったいということです。この平べったい顔と言いますと、これ、蜂の部で私が撮ってきた写真ですけども、この道具、これ国宝ですけども、顔が非常に平べったいですね。でこの平べったいところが非常によく似ていると。そうしますと、こうやっ一つ疑問が起きてくるんですよね。ここの指は6本であると。あの部屋の道具が6本である。これは間違いないですね。ところが、これ、まあ、手袋をはめていると考えますと、非常に指が短いんですよね。 そして私は気がついたんです。これは3本の指だということに気がついたんです。というのはですね、私たちも人間もですねこう手を握っていますと、見た目の指は10本になるんですね。2倍になりますから、数えてみてください。ところが、左の方は6本ということは、実際にはこれ3本指ということになるんですよね。そうでしょう手を合わせて、あの本当に手と手のひらと手のひらを合わせてれば3本で6本ですけども。あの握っているということは3本。 さあ、三本指とて言いますとこれね、マヤ、インカの神様が三本指なんです。まさにあの、爬虫類型人間ですね。爬虫類です。で、この爬虫類型人間は肉食って言いますから、人肉を食べて、そして、 人の血を飲んでたんでででたすねで人間がですねもう自分の魂を自ら差し出すまで信仰心を作り上げていってしまったわけです。ところがこの人間とあのマヤのこれはマヤのあのあ神様ですけども、アステガの神様ですけども、仲良くみんなで食事を分け合ってますね。で、この神様はなんと人間の頭を食べてますね。で、この神様が三本指なんです。そして 甲府にある博物館のエイリアン、エイリアンリとは言ってませんでしたけども、この指も3本なんです。ということは、もう一回順番に積み重ねてみますと、これが甲府の道具ですね。そして、これが3本指を持っていると。で、3本指だけども、両手を握りますと6本指に見えるわけですね。で、手袋当然はめてますから。 でこれ6本ってことは3本指。ということは、このもう一つの上の像はですね、これはあの他の土偶に、えー、これはごめんどあ土器に描かれた顔です。そしてそれと、えー、演算師の能登さんが、あのがこれがエイリアンだと言われている、いったその像の顔と似ている。そしてシュメールの神様も似ていると。そういうこの順番に、段取りになるわけです。そうしますと、このエイリアンは誰かというと、マヤ、インカの神様と一致するわけですね。 となると、日本へやってきた、その、なんて言いますか、ロケットに乗ってやってきたエイリアンというのは、南アメリカの、あれはあのアステカの神々と同一化身であった可能性が非常に高くなる。もっと言いますと、人間の肉を食べ、人間の血を飲んでた可能性が非常に高くなるわけですね。となると、日本へやってきたと言いますか、あの神々というのは、その当時のですよ、神々は、 このタイプのエイリアンだってとことになるわけです。でも、まあ、縄文人と弥生人っていうのは、これは全く血統が違うわけですね。縄文人っていうのは、あの一説によるとあの、ずっと南、北アメリカから委員会へのつながりを持ってた、環太平洋の民族であると。弥生人っていうのは、朝鮮半島からやってきたあ人たちを言うわけです。しかし、もっと驚くべき事実があるんですね。で、これは、あの今日の締めくくりになりますけども、こういうことなんです。 これはオハイオ高校研究所が発行しているレポートなんですけども、なんとですね、日本人がですね今から5000年前でしたか、すでにですねあの太平洋を渡って南アメリカへ来て,る来てたという証拠が出てきたというんですね。で、これが縄文式時の破片なんだそうです。まあ、いわゆるあ、あのゆる、といいますか、考古学研究所ですよ。でその 資料によりますと、ここに、えー、ここのここの島と、ここにですね、ここの、ごめんなさい、ここの、えっ、ー、と、えー、南アメリカの都市とですね、町っていうか、この地域とですね、北九州の間を測っていましたら、南区と、あ北北九州を測ってましたら、1万六百七十キロ離れてるんですね。ですまりですね、この論文によれば、五千年前にアメリカを発見していたと。 そしてそれはあの縄文式土器の破片が南アメリカで見つかっていると。そしてその縄文式土器はですね、えー、先ほどちょっと名前を言わせましたけども、あのー、3000年前にですよ、あのー、海を渡っていると。そしてそれはバルディ,アベバルディビアの,あの陶器とも非常に深いつながりをか、あのー、作り方においてね、製法において、えー、共通性が見られると。 そういう話なんですね。ね皆さん、はこの話はどう思われますでしょうか ?Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi Hamamasei de Japan, video number 400:、uh, Bloody History of the Mayas and the Incas. 血にまみれたマヤインカ文明 Who was a god? 彼らの神は誰だったのか ?This is a story about it: これはその物語です Who were their gods? Or Yes. 彼らの神々は誰だったのかその話をしたいと思います。Uh, warning: 警告。In this, picture, in this video, improper pictures and photographs are in, so please be careful for、uh, children. 子供に不適切な写真やえ映像がありますので注意してください。 あのまずこれがマヤあの、アステカ文明ですね。この絵はちょっと見にくいんですけども、まあ、申し上げたのがありますが、これはあのどういう絵かというとです、ねえー、左の男がですが、ね、人間の首,首を持ってますね。それで右の男の首が切られています。というような、まあ、残酷な絵なんですね。でこうしたそのマヤというのはです、ね、まさにヒューマンサクリファイスの、uh, 歴史なんですね。マヤのヒストリーはヒューマンサクリファイ ケニエの歴史なんです。Uh, all the time they s a c r they uh, uh, sort of, a, uh, uh, please read these uh, explanations uh, from、uh, Wikipedia.And、uh, uh, こうしたゲームにをしましてですね、勝った方も負けた方もいけにいけにとか、あの勝った方はいけにされて、負けた方は殺されたそうです。そして、ナスターチメントとは食事に。

血なまぐさいマヤ文明の歴史がここに書かれています。問題はなぜこんな残忍なことをしたかということなんですね、人間から見て。さらに、誰にその血や肉を捧げたかということなんですね。もちろんからの神ということになるんですけども、まあ残酷ないですね。こうして生きたまま血を心臓を取り出してこの残酷首が、首玉だけが残っていますし、 祭壇にはパラパラになニたタンがありますで、ここには血をいらてるシン心臓をンぐられている人がいますこれはみんなマヤのアステカの方の方から撮った写真と絵です。また、そう想像でしょ、うね、おそらく。で、ショーから人が抱えて、uh, making a sacrifice to the gods for flesh and blood。 These are sort of uh, sort of uh, you know pictures uh, from uh, the Azteca uh, Wikipedia. There is no exaggeration if I say Maya's history is a sort of a history of sacrifice uh, of human sacrifice to gods and a lot of lot of scars. Sort of these, these are carvings, but a lot of lot of scars. And even now we can find. many many scars and bones human bones like these in Maya. And also the same thing can be said about Incas. Incas でもイケニアは日常的になされておりました。Show i これはあのたまたま発掘されたあの生贄にされた少女のミイラです。 This is a mummy excavated as a uh, buried as a sort of a human sacrifice to gods in Inca the same way they are sort of killed and uh, heart was sacrificed to their gods inca demo eh, と人間の死と肉が捧げられました。問題はですね、誰がこの誰がこの血生臭い神であったかということなんですね。彼らのインカにとって、またそれほどまでにしてですね、人間を支えなければならないほどの恐怖を、えー、与えたかということなんですね。エイリアンたちといってもですね、何種類か地球上、地球をやってきております。まあ、例えばこのじょ重頭人間、見てください。これはもうあの エドフ神殿とかエジプトに見られますね。それから中央に見られるこの色の黒い男が神ですね。これは他のインカ人とはちょっと色が違ってますね。これなんかは頭に毛をつけて、まあ、手,で手で隠れてますけども明らかにこう鳥人間。この顔はあくまでも和紙のような顔をしてますね。いわゆる超刀人間ですね。鳥のような顔をしてるわけです。右の上を見てください。これもまあ彼らの言う神なんでしょう。で、これは誰なのかということなんですね。 頭におかしな飾りをつけてますね。で、これもあのまあ、同じところにあった写真ですけども、彼らの神だそうです。か顔が鳥なんですね。で、このちょまあこの鳥というかこの 彼らが言う神の顔を見てほしいんですけども、それの写真、全く同じような絵が別のところに描かれてまして、指を見てください。3本ですね。これは指は2本から3本だと思う3本、右を見ると3本です。こ,こちらを見ると3本ですからね。指が3本なんです。まさにエイリアンの,あのグレーの足の指は3本ですからね。彼はもちろん人間ではありません。では、彼らはどこから来たのかということなんですね ?And the ancient god who came to this planet, where are they from? This is a mystery. And what for? And why? Where did i they come t come from? And なぜ彼らができたそして彼らはなぜ、えー、人間をの血を飲みそして人間を食べたか人間の肉を食べたかとということですねその答えはですね私はあの次のように考えてます。動画続くビデオを見てください。ち、えー、なまぐさい、まあの、なぜそんなことをしたかという理由が皆さんにもやがて分かっていただけれと思います。 エイリアンにも何種類もいるということですね、えー。少し長いビデオになります。イエスキリストとは一体誰なのか。イエスキリストの最大の謎はですね。 30歳以前の記録が全くないということです。なあち、30歳までにですね、彼が何か、いわゆる神がかりといいますか、そういった、まあ、なんて言いますか、仕事をしたという形跡が全くありません。え彼は一体、どこから来たのか。それについてですね、ここに 書いてある2人の学者がですねキリスト教の謎に迫っていますこの論文は私に大きな何て言いますか示唆を与えると同時に影響を与えましたそしてイエス・キリストの正体が何であるかそれに ついて考える大きなきななっっかけになったことは事実ですここに極めて重大な事実が書かれています。それをこれから皆さんに説明いたします。もともとミトラ教というのがあったんですね。それはスター教の中にあってミトラ教というのがあったんです。ミトラは もともとは第2位の、まあ、セカンドクラスの、神であったんですけども、やがて頭角を表し、ミトラ教となっていくわけです。で、ミトラは12月25日に生まれていると。羊飼いが見守る中、カエバ桶の中に置かれたと。彼はトラベラー、もしくはマスターと呼ばれたと。12人の弟子を持っていた。 彼はいろいろな奇跡をしてみせた。彼は偉大な太陽の王子として世界平和のために自らを捧げた。太陽のシンボルマークのついた乗り物によって天国と地上を行き来していた。ミトラは道であり真実であり光であると説いていた。そして自らをメシアと位置づけていたわけですね。ミトラは全地、 全能であり、またライオンと子羊の両方ということは優しさと厳しさを持っていたということなんです。で日曜日が守備でありその晩餐を大切にしたと。これを読んで皆さんお分かりのことと思いますけども何も私はキリスト教の説明をしているのではありません。ミトラが洗礼を重要視したという部分もそうなんですね。 で、もう少し詳しく調べたのが、この表なのです。三人の先生十首の予言により、羊飼いが予言する中、ミトラは生まれ、そしてミトラの誕生日を祝っています。生まれで生まれ、12月25日に生まれています。そして死者を蘇らせる、病気を治す、盲目者を治す、歩けられないものを歩けるようにする。キリスト教と全く同じですね。十二星座、十二神、十二神と。 それから、ミトラの勝利日が、キリスト教では復活,復活祭の復活日になりました。ミトラは天井に登る前、オリンポスで福をあげた。まあ、キリストは処刑前夜に、前日にですね、最後の晩餐をすると。洞窟や地下、地下、キリスト教もカンタコンペで、まあ、最初は儀式をしていました。バプティズムも、バプティマイズですね、それも、もともとはミトラ、ミトラの教のものでした。 ミトラは光であり、道であり、私は復活する。これもキリスト教と同じですね。実は全く同じなんです。分かりやすく言いますと、キリスト教はミトラ教をコピーして、全くコピーして生まれたということになります。左右を読み比べていただければわかります。が、ここで謎が生まれるんですよね。核もコピーできるものかということなんです。 まあ、キリスト教の方ではね、あの、全能の父、エルシャダイというだけで、その、キリストの、いわゆる神の名前はわかりません。なぜこんなにもかん、まあ、コピーできたかというところが、キリスト教の最大の謎なんですね。と同時に、それが謎を解く大きな鍵となりました。が、どちらが先かといえば、当然、ミトラ教の方が先だというわけです。 キリスト教が生まれる数世紀も前からペルシャ一帯にビトラ教は勢力を張っていました特に、えー、紀元前100年頃にはもうほぼ全域を支配していたんですねそしてキリスト教の方といえば1世紀初め,まで初め頃から2世紀になるまでほとんど記録らしいものなくて2世紀になってから初めていろいろな教、えー、典が書かれるようになったということなんです それについてですね、えー、ミトラ教と神知学のウェブサイトは次のように述べています。ミトラ教は紀元1世紀から、キ,キリスト教はまで100年前からですね、えー、4世紀、ちょうどローマの、キリスト教がローマ国教になるまで全世紀を誇っていたわけであります。が、ローマ国教になってからですね、キリスト教が、今度は逆にキリスト教が徹底的に弾圧されます。 イエス・キリスト教でいうメシアというのはミトラ神、ミトラそのものを言ったわけですね。音の、音が変わったわけです。音が変わっただけなんですね。つまり、キリスト教はミトラ教をコピーして生まれながら、あまりにもよく似てるものですから、逆に悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教がミトラ教だと言い出すほどにもなったと。そのように、このウェブサイトは説明しています。 では、この図を見てください。皆さんは、この赤子、誰だと思いますか三人の聖者がですね、賢者が赤子を見守っています。足元には、贈り物が捧げられています。その12月25日のクリスマスについてですね、キリストの誕生日でないということは、もう常識ですね。もともとは、12月25日は、 ミトラの当時の祭日当時祭を言ったわけでありますまたその日をもってミトラ教ではミトラの誕生日として祝ったわけであります最も日が短くなる当時がですね一年の始まりだったというわけですでキリ,ストにキリストについてですねウィキペディアは次のように説明していますが結局全体をまとめて言うと 30歳までのキリストは全く闇に包まれ、そして、まあ謎と言いますか。何もしなかったということですね、はっきり言えば。ところが30歳になって荒野で修行行き帰ってくると、突然イエスは,イエスはですね、イエスキリストとなるわけです。ですから、これはあるキリスト教団体のウェブサイトですけども、そのように書いてあります。 なぜイエス・キリストはイエス・キリストになったのかまあここにキリスト教側のですね説明が書いてあります敬験なクリスチャンの方が作っておられるウェブサイトなんですねまあこれはキリスト教全体にっていうか キリスト教信者が常識としているまあ話ストーリーなんですね。しかし三十歳までのイエスキリストは全く謎に包まれるわけです。イエスキリストの歴史をもう一度見ていますが、実はこの絵はイエスキリストを えた絵ではありませんミトラをたたいたミトラ教の信者ののに残っている絵なんですよ、皆さん。キリストではありません。ミトラなんです。ではい、もう一回検証してみますと、この話、よく見てください。証言者はマリアのみ、証拠能力なし、イエスという名前はですね、調べましたところ、ベツレム周辺では極めてありふれた名前であることが分かりました。 で、これは、史実だろうと思うんですね。ロマ皇帝がですね、ユダヤ人が増えることを嫌ってですね、そして、時々殺害したことは事実です。で、この部分もですね、証言者はマリアのみ、証拠能力は、まあ法的に言えば何もないわけです。ミトラのコピーですからね。ミトラ教のコピーであるとするならば、さらに証拠能力はないわけですね。 そしてこのクリスマス。まあ12月25日は、キリスト教側も別にキリストの、イエスキリストの誕生日でないと最近になって否定,し否,定否定し始めています。3人の賢者が来た、博士が来たというのも証拠能力なし。マリアの証言のみなんですね。法律的に言えば、例えば裁判所で言えば証拠能力なしと判断されても仕方ないですね。 この部分についても証言者はマリアのみなんです。学者たちと12歳の時に問答をした。これについても別にイエスという名前は極めてありふれた名前であることも考え合わせるならば証拠能力なしと見ます。いかがですか皆さん。つまり証言者はマリアのみ。ヨセフは荒野での悪魔との対決から イエスが戻る直前に1週間ほどでしたかね亡くなっていますではイエス・キリストとは誰なんでしょうかどこから来たのでしょうかそれにはこんな重大なヒントが残されていましたウィキペデダーの中に加わります下の方を見てくださいミトラ・ヘリオスミトラがフリギャブをかぶり頭には光線がある右側の人物はミトライコールヘリオスだと言うんです この部分はまあ間違ってるかと思いますけど、もう一度検証しています。これがミトラなんですね。そしてこれがアポロンなんです。これは何度も精査しましたように、ミトラとアポロンは同じ顔です。3D フォートグラフテクノロジーで作られてますから同じなんですね。そこでギリシャの十二神をずっと調べています。もう一度ね、ミトラに一番よく似てるのは誰かということなんですけども、結局はアポロンに行き着くわけです。 アポロンの姉がこのアルテミスなんですね。ディアナ像、ディアナとも言われています。日本へやってきましたね、去年。で、このミトラとアポロンを比べてみてください。ここでは簡単に比べ、まあ、精査しますけども、同じ人物だということがお分かりになると思います。すなわち、ヘリオスはですね、それまで太陽の神として君臨していたのですけども、ゼウスがですね、愛人との、この愛人との間に生まれたアポロンを まあ大切にしたと言いますか、その太陽の神に代わってその位に置いたわけです。ヘリオスはギリシャ神話の神々の世界からわれ、追われます。そしてミトラが今度は太陽の神となるわけです。そこで神々の世界から追い出されたヘリオスは、キリストとなって、いわゆるイエスキリストとなるわけですね。その検証ですけども、もう一度見てください。 ヘリオスがイエス・キリストとなった。そして、ミトラ教と対立することになった。ミトラ教の神はゼウスですよね。ギリシャ神話の世界においては名前は変わりますけどね。そして、ヘリオスはモーゼを 前面に立てますが、もともとこの二人は同一人物なんですね。左がゼウス像、右がミケランジェルの彫ったモゼ像です。この二人、二人の神は、たもとを分かすことになったわけです。すなわち、ザラスストラ。これは私の仮説ですけども、ザラスストラ、ゼウス、そしてモーゼ。 名前が似てますね。そしてその上にアフラマザーが君臨していたということになります。ここまでの結論は、イエス・キリストは神々の世界を追われた太陽神の一位を奪われたヘリオス自身であったということなんですね。ヘリオスはアポロンに自分の地位を奪われ、アポロンはミトラですからね。 そして、ミトラ教が栄えるのを、まあ、抵抗して、キリスト教を立ち上げたというわけです。もともと自分が作った宗教ですから、ヘリオスに言わせればですね、もともと自分が作り上げてきた宗教ですから、すべてを持ち出して、何が悪いということになったんだろうということになろうと思います。こうしたドラマは人間世界でもよくありますね。 で、最後に一言。まあ、キリストはヘリオスだった。それはいいんですけども、では、母役の、母親役のマリアはどこから来たかということですね。その謎を解く鍵は、実はこのレオナード・ダ・ヴィンチの書いた受胎告知の中に隠されていました。それについてはもう少し精査し、自分で Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamase, Japan. The history of gods. When God separated humans or separated humans from gods. This is a story about it in Japanese. 神がと言いますか人間がと言いますか神を2つに分けるまで私たちには1人の、まあ、神がいたわけですね。Once I lived a God. まあ、かして神がいたと。その神にはナンバー2の神がいたんですね。ところがそのナンバー2の神がですね 掟を破るわけですそして今,今でいう遺伝子操作によってですね人間に知恵を与えてしまうんですねつまり火の与え方それはまあ象徴的な出来事であったわけですで神は当然起こったわけですねそしてナ,ナバ2をですね神の,から神の国から通用したわけです天国から通用したそして罰を与えたんですね でつなぎそして痛めつけたわけですが一方で人間は火の使い方を覚えたのです覚えましたで一方の人々はその紙をモーゼと呼んだわけですもう一方の人々はその紙をゼウスと呼びました、まあ、ギリシャ神話の中の神ということになります でモーゼと呼ぶ人たちは、まあ、神を支持したわけです。神のしたことは正しいんだってわけですね。そしてナンバー2、天国から追い出されたナンバー2をルシファーと呼んだわけです。ゼウスを呼ぶ,呼ぶ人たちはですね、その時に神と対立しました。その時、神に対する考え方が2つに分かれたわけです。一方は、まあなんて言いますか、人間の方が悪である。一方は、 人間を日を与えてくれた、ナ、まあ、ンバー2をたたいたわけです。しかし、モーゼとゼウスは同一人物です。右がミケランジョロの掘った、16世紀に掘ったゼ,ゼウス、モーゼですね。左がギリシャ彫刻の時代のゼウスです。ご覧になった通りです。で、ルシアはですね、その後、サタンと位置づけられました。 悪悪魔魔中の悪魔ですね一方、まあ、名前をプロメテウスというんですけども自由の象徴となったわけでありますそのナンバー2には妻がいましたねセイレンサイレンという言葉にもつながるわけですけどセイレンという妻そしてケラブもいるわけですねでケラブはどういうわけだかプロメテウスの妻でありながらもキリスト教側では称えられています地天使と呼ばれていますね セレント・キャラバーはドイツ人物だということは今の図を見ていただければわかります。そしてキリスト教はモーゼの流れを伝えたわけです。ミトラ教はそれに対してゼウスと対立したわけですね。こうしてキリスト教とミトラ教は対立関係に入ります。まあキリスト教ははっきり言えばミトラ教を100%コピーして生まれた宗教ということになります。 ミトラル教のほが当然先にもう紀元前1世紀に100年頃にはもう栄えてましたからねそしてミトラル教をキリスト教は徹底的に弾圧します特にローマの故郷となってからは激しさを増しますそういう流れの中でキリスト教側にダヴィンチが生まれるわけですそれをそのダヴィンチと対抗する形でミケランジェロが生まれます 両者は激しししく対立しました。その対立の模様はですねキャペラ・システィーナの天井画を見れば分かるわけですそれについては精査いたしましたがその今日はですねこうした対立が音楽の世界にも伝わったということを皆さんにお伝えいたしますバッハですねカトリック教会側ですモーツァルトそしてベートーベンこの両者は フリーメイソンのメンバーとしてですね、まあ、ベートーベンメンバーであったかどうかは確かではありませんけれどもカトリックと対立するわけですその様子をマテキモーツァルトマテキに表現しベートーベンは大工に表現しますそしてその対立が、まあ、頂点に達したというかローマンカトリックによる支配がですねまあ厳しさを増し息苦しい世界が続いたわけですね 1789年にフランス革命が起こります。それはまさに自由を求めた戦いでもあったわけですね。が一人忘れていけないのがガブリエル・フォーフォレです、まあ。今日はフォーレを特に捉えてみます。日本ではほとんど知られていません。まあ、彼はですね、プロメテウスという歌劇。 まあ、非過激と言われております。悲劇の過激です。パンドーラーもこのに出てきます。すなわち彼はカトリックの教会で、まああのー、オルガニストなどしておりましたけどもアンチ・クリスクライストですね。プロメテウスを悲劇の主人,主人公としたのが、まあ、その理由というか証拠ですね。フォーレムの「フォーレのレクエムはまあ 最高に素晴らしいですね。がシチリアーナの方が、まあ、編曲して作り直したんでしょうけどもよく知られています。私の大好きな曲です。マテキ大工についての解説は次にいたします。どうか次の、えー、フィッティッシュ、ビデオを動画をご覧ください。フォーレのプロメテウス。 フォーレと言いますとね、カトリック側に誤解されやすいですけども今言いましたようにプロミテウスを悲劇の過激,悲劇激です、ね、を作ったことで彼の立場が理解できると思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshihayashi Hamamaseri Japan.Today's story is about the mystery of Beethoven and Mozart, Freemason and m i t r a i s m or m i t r a i s m and Freemason.In Japanese, みなさん、こんにちは。今日はこの2日間の総集編として、ベートーベンとミトラー教のあー、ごめんなさい、モーツァルトの謎について迫ります。 フリーメイソンとミトラ教徒の関係についても話させてください。でまず最初にベートーベンの謎をこの解説の後、あの聞いてい,ただき見ていただきます。その後、モーツァルトの謎へと迫っていくんですけども、モーツァルトでは「魔キというオペラを取り上げました。でこの魔敵というオペラは内容があのやや入り組んでまして、名前も同じような名前がついてまして、まあ、私も、まあ さらっと言うのだけでは理解できないんですよね。でも簡単にあのある数だけ話しますとですね、王子タミーノというのがいるんです。で、王子タミーノがですね、世の女王にまあ指導されてまあ、いるわけですけど、助けられたりしてまあいるわけですけれども、その。 あの世の女王がですね、ある日その民のにこういうわけですね、私の娘がでね、あのザラストロという悪魔にね、さらわれてしまったと、どうか助けてきてほしいというわけですね。そこで王子民のがよし助けに行くということで、えー、ザラストロの住む、まあ、悪魔、ザラストロの住む城へとまあ向かうわけであります。そしてあのその城へ入ると、入ってザラストロに会うわけですね。でそこで美しい、えー、女王,王女に会うわけです。それでですね、そこでその、 ザラストロと話をし、しばらくザラストロの城で生活とかしたんでしょうね。その間に、まあ、あの実はそうではなく、ザラストロは悪魔ではなくて善人であることを知るわけです。いわゆる善心ですよね。それで、むしろ夜の女王の,その,あの,言ったの方がむしろ悪魔、魔女であることを、まあ、魔女というか悪人であることを知るわけです。で、まあ、そこであの、なんて言いますか。 民の,は、まあその美しい王女と、まあ、出会い、まあ、ラブラブの関係になるんでしょうね。でそれを見て、その先,ほ先ほどの世の女王がです、ね、あの復,讐に復讐に出るわけです。そしてその、願い立てあってますかあの、男と一緒にそのザ,ラザ,ラザラストロのを、まあ、攻撃にし仕掛ける,攻撃しかけるわけですね。 でところが、あのザラストラは私のその城にはその復讐という言葉はないんだと。それ,はそれでまあ光によって、まあ光を照らすことによって相手を撃退するというまあ大きなストーリーなんですね。でこのストーリーそのものがフリーメイソンの精神を歌ったものだというふうに言われております。でまあ、フリじゃあフリーメイソンとは何かとなってきますと、そこに浮かび上がってくるのはギリシャ神話であり、ミトラ教ということになるわけですね。まあ要するにじゃあ、あの これはそのある意味でミトラ教の歴史そのものなんですよね。ミトラ教が先にあった。で、あとからキリスト教がです、ね、生まれて、すべてをコピーして、そして自分たちのものにしてしまった。そしてそれ、アロゴとかそれ以後ですね、えー、ローマの,その国境となると同時に力を得て、そして今度は逆にミトラ教を徹底的に弾圧するわけですよね。粉々に弾圧するわけです。で、それはそのキリスト教から見れば、あー いわゆる、まあ、な何ていますか、ミトラ教は、ゾラスタ教は悪魔であるというふうに位置づけたわけですね。さあ、そこで皆さん、ここに出てくるザラストロというのは誰かということなんです。ザラストロ、ザラストロ。当然、ザラス・シトラのことを言うわけですね。ザラシトラというのは、えー、あの、ゾラスタ教の教祖、快祖なんですよね。じゃあ、夜の女王は誰かということになってくるわけですね。 言いがかりをつけて自分たちを悪魔だ悪魔だと呼んでその攻撃したのは誰かというと実はキリスト教でありその中のまあそのもちろんその中の中心的なあの女性の方なんですよねですからこれがあのまあ多分ですよあの当時のキリスト教徒の激励に触れたんだろうと思うんですね一説によるとモーツァルトはフリーメーソンの側によって教義をその暴露したから殺されたというのが 話ですけども、どうもその事実はないようだと。それはあのウィキペディアの方とかあちこち調べていましたけども、やはりそれが最大公約的な意見なんですよね。えじゃあ、モルツァルトは誰に殺されたか。まあ、考えその当時のああの,よあのまあ、様子からするとですね、もちろんフリーメイソンあの大きな力を持ってましたけども、まあ、まあ、そういうことですよね。それ以上のことはちょっとこう非常にデリケートで、えー、しあのシリアスな問題ですから、ここでは、あの、 また今度もう少し証拠が集まったら話しますけども、そういう話で魔、まあ、的というのは進むわけです。で、ここで出てくるザラストロというのはザラシストラ、ザラシストラ、同じですね。ところがこのザラストロのことをザラスストラと書いているというか、それを論じているあのはありませんね。というから、あのー、です。 で例えば、もう一つ面白いことを話しますと、最初の第1幕の説明で、ウィキペーダーでこう書いてるんですね。日本のカリ,キヌカリギヌですね。大北王子タミー民意の手出だして始まっているわけです。日本のと書いたところが気になるところですね。で、私、調べてみましたら、これは訳の間違いであるとか、あのいわゆるその東洋的なエキゾチックな雰囲気を出すのは目的であって、日本を意識したわけじゃないんだとか、っていうことこで、まあ、否定的な意見がずらずらざっと並ぶんですね。皆さんもあの モーツァルトの魔リキヌであの検索してみられると、カリキヌに対して、日本人自身がどう考えているかということが分かりますね。つまり、ありえないというわけです。そのモーツァルトの魔キの中にね、日本人が出てくるあ、日本の衣装を着た人間が出てくることはあり得ないと。それはだから、誤訳であるとか、間違いであるとか、あのただ東洋的なそのオリエンタルな雰囲気を出すために、そういうふうに、まあ、逆語化を付け添えたか、書き添えただけだとかということを言うんですけども、日本のカリキヌと書いてあったら、日本のカリキヌじゃないんでしょうか。 どうして日本人自身がそれを否定するかということなんですね。で、このことはですね、例えばフェニックスライトを何千人もの人が見てるわけですね、アリゾナの。ところが、それ、あれはあの UFO じゃないんだ。 でこのまあ、つい最近もですね今年に入ってから、2014年に入ってからです、ねあ、ドイツのブレメンで UFO で、ね、が午後6時から9時の間、ブレメンの空港の上をあの漂い、そしてブレメンの市内へとゆっくりと移動するわけですね。それを何千人もの人、あるいはもっと大きな人、多くの人が見てるわけです。写真にも収められました。しかし、そういうものを見ても、なぜないんだ、UFO じゃないんだという心とどこか似てると思いませんか自分に都合の悪いもの、死にたくないという気持ちは分かります。自分の上 ひっくり返すことは大変恐ろしいことだったこととだかっていますし,かし、か、まあ、なんて言いますか、ああでもない、こうでもないって言って、こじつけては、それを否定していく。あのーまあ、あブレーメンの光についても、いたざらであるということで、まあ、警察は捜査しているんですけども、当日の,当日の夜、警察のヘリコプターまで出動して追っかけてるんですよね。だったら、相手はヘリコプターのはずがないわけです。たこ屋とか何かにヘリコプターで,で吊り下げられた光でもないわけですよね。 にもそれでも感じ信じない。それから、アリゾナのフェニックスも未だに否定している人が多いのには驚か,れ驚かされますね。じゃあ、あのモーツァートの魔的に戻りますけれども、日本の仮キヌいわゆるまああの神社なんだかできる正式に章のようなものですね。あれをあのそうではないんだと。あれはただそう,いう,ふうに言っただけだというふうにまあ否定していく。そして、ここに出てくるザラストラのことをザラス,ストラとは関係ないんだということを言う。おかしいと思いませんか でさらにこのあとすぐ弁当ベートーベンの話が出てきますが、ベートーベンの大工というのはです、ね、少なくともキリストという神を讃えた歌でも、旧約聖書の中に出てくる神を讃えた歌でもないわけですよね。あの大工というのはあくまでもギリシャ神話、すなわちもっと言うと、ギリシャ神話は何かというと、いわゆるミトラ教、さらにはその向こうにあるザラゾラスター教の,教の世界を神話といったわけですね。 でそれをその中に出てくるエディーゼムにしてもです、ね、まあ、あの一人の、まあ、女性が出てくるんですけど、それはまああのキリスト教の方では悪魔と位置づけている、666の悪魔、最悪の悪魔、サタンとして位置づけている女性なんですよね。なぜ悪魔なのかといえば、キリスト教から見れば悪魔なんですよね。 しかし、さっきの話に戻りますけれども、あくまでと思ってザラストラに会ってみると、アザラストラの方がむしろ善人で、そして自分をその駆り立てて、この、なんて言いますか、王女を取り返してくれていった夜の女王の方が悪魔であることを知るわけですよね。 悪魔というかそういう話なんです。ということをちょっと頭に入れておいていただいて、次の続くベートーベンの謎、そして、モーツァルトの謎をご覧いただきますと、より深く内容を理解していただけるものと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello! This is Hiroshihayashi Hamamasei de Japan.、Uh, this is a story about the mystery of Saturn in Japanese: アクの謎。 ベートーベンの大工交響曲の謎。えー、今日一日、まああの、ケラブ、そしてルシファーの謎について考えてみました。これがケラブですね。あの高々ととて言いますか、大工交響曲の中で歌われる神っていうのは、この神,あの,神の前に立つ人はこの,この人なんですね。ケラブ。これはこの図は間違いありません。体が鳥で、そして、まあ、足も鳥,鳥ですね。手があると。 それがあの特徴なんで、すねでケラブ、まあ、これはあのキリスト教の見解ですよ。天使の旧階級の第2位ということは、まあ2番目に地位が高いというわけですね。で、これはあのルシファーと言われている、あのこれはあのあバビロニアで見つかった。あの レリーフですこれもルシファー。このルシファーというのはですね神と喧嘩して地上に落ちて、地上に降りるか落ちてですね、悪魔となるわけです。サタンとなるわけです。最悪のサタンになるわけですね。でルシファーというのはもともとは、 創造しかったとしかし、まあ、神の意志に逆らい自ら悪魔となって、まあ、人々に恐れられるようになるわけですね。あのルシファーというとあのやっぱりあの西洋の人は怖がりますね。でこれがルシファーこれが地上へ落ちていくところなんですけどもこのルシファーは誰かということなんですよね。 で、まあ、これはあのキリスト教のイメージで作られたルシファーなんですよ。なぜあのキリスト教がですね、ルシファーをこれほどまでの悪人に仕立ててしまったかというのは理由があるわけですね。それはルシファーというのが、まあ、ミトラ教から出てるわけですね。わかりやすく言いますと。はっきり言えば、あの、単的に言えばね。まあ、ミトラ教というのはキリスト,キリスト教にとっては、まあ、近すぎない上に敵であったわけであります。で、左がキャラブ、で、右がルシファーですね。で、これ、比べてみるとわかるように、 結局は、ケラブイコールルシファー。ルシファーイコールケラブということは皆さんお分かりですね。えー、で、これがあのもう一つの,あの像なんですけど、これは、あてにありますあ、サイレン・クラインですね。あの、泣いてる、あサイ,イレンとか言うんですけどね。あの、そしてこの二つはよく似てる。そして間にケラブがいる。この三者はよく似てるということはですね、ルシファーなんですね、この三人とも。 いわゆるケラブなんです分かりやすく言いますとこれが神々でありルシファーと言われている人はですねこれであの バビロニアのルシ派と、それからアテネ。あのなアテネのシレーンという人はですね、あの名前は、ね、後で付けられますから、あ,のあまあ、当てになりませんよ。あのそれぞれあの発掘した学者たちが付けるわけでしょうね、おそらく。で、これは大学公共局なんですけども、大学公共局の中で、この続くビデオの中で詳しく解説しますけども、このケラブが出てくるわけです。か、エリジウムも出てくるんですね。理想教です。で、エリジウムの主というのは、うん、誰かというんですけども、 アポロンだったかもしれませんし、あるいはここに出ているケラブだったかもしれない。というわけですね。で、ケラブは地天子ケラブは神の前に立つと。この神というのは誰かというと、ゼウスだったかもしれませんね。それはわかりません。まあ、これからして応用調べていきます。で、ケラブは神の前に立つと。うん、デル、ケラブ、ステート、フォー、ガーって言うんですね。あのー、立つわけです。 それで、その後、ここにも気になることはね。ダイネ・ツーベル。このサーベルというのは魔力という意味なんですね。ビンデン・ビーデルと。魔力は再び力を合わせる。結び合わせられるという意味ですね。ビンデン、結ぶという意味ですね。で、これがシラーですけど、もともとは大工の詩はシラーの書いた詩なんですけども、このシラーというのも、あのまあ、シラーもですね、実はあのフリーメイソンだったんですね。で、そのことはあの、な、ま、っ、あ、てますもともとこの 歌詞はですね、フリーメイソンの大会か何かのために書かれた歌詞であったわけです。で、そこに赤いところに書いておきました。シラーの自由の詩はフリーメイソンの理念を詩にしたものであり、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれた。それをあのベートーベンが使ってですね、大学を作るわけです。その中に今言った 神の名前と、それからエリジウムという、まあ、ギリシャ神話の理想郷が出てくるわけです。でまあ、これに対してあの、アポロンの顔とミトラの顔はそっくりだと、赤杉さんという方から送っていただきました、この写真ですね。確かにこの写真はよく似ています。ですから、あのアポロンとミトラは同一、ね、人物であったと、同、ま、一、あ、人物であったという可能性が非常に高くなったというわけですね。 あのギリシャ彫刻というのはあのそういう 3D フォードグラフで神々を作ったものですからでこれはですねじゃあこの悪魔666の悪魔です、ね、はですねあこれはあのケラブあるいはサタンなんですけどもルシファーなんですよねですけどケラブとルシファーと同じと見ますと 話が厄介なことになってくるんですよね。大学の中で悪魔をたえたことになってしまうわけです。しかし、ケラブとルシファーはどうも同じであると。この3者を比べてみれば分かりますね。真ん中が悪魔あごめんなさいケラブで、右が悪魔で、えー、一番左があのシレーンですね。となるとまた最後にもう一つまた疑問が出てくるんですけども、この G は5と表すと。それはいいわけですね。これフリーメーソンのシンボルマークです。で、真ん中に Eye of Providence。 というまあ一つのメノがあると。そしてアメリカの洞察にはこのアイオ p r o v i d e が書き込んであると。となると、これは少なくともまあ同じ結論になりますけど、少なくとも、えー、大学で歌っている神というのは少なくともイエス・キリストではないと。まあ、旧約聖書の神でもないと。なじギリシャ神話の神であると。そういうことになってくるわけですね。そうしますと、悪魔とは一体誰だったのか。 Inazisono Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan. Today is a very surprising uh, video I think uh, uh, whose title is The Mystery of Symphony Number no. Nine A Symphony That Places Saturn in Christianity. ジパニー大工交響曲はキリスト教という悪魔参加の交響曲であった大変ショッキングなあ内容です赤月さんという方からですねあの投稿をいただきました、まあ、大変この分野に詳しい方だと思,思いますがベートーベンの大工の中に歌われているあケルプというのがルシファーであると確かにその通りなんですねそして そのルシファーというのはで悪魔、悪魔中の悪魔ですね。あのはい、アプロンの顔はミト,ラの顔ミトラスの顔と同じであると。まあ、それについてもあの検証してみます。えーまあ、これあの、エリジウムというのは、ね、あの出てきますけども、エリジウムというのはあの、まあ、理想郷のこというわけですけどもね。 あのなぜベートーベン、もともとはシラーの詩によるものですけども、えー、なぜリジウムが出てくるかという問題もあるんですよね。で、最後にトルコ軍学で終わっていると、ジャジャーン、ジャジャーン、ジャジャーン、ジャジャ,ーン,ジャ,ジャーンっていうことこですねあの。大学はミトラルス教参加ではないでしょうかという、まあ、メールだったんです。で、私あの、調べてみました。あのえー おフロイデニッチ・ディー・ストーン、トゥンですかサン・デルト・レフトゥンって、まあ、最初にこれあの、ダイクで歌われる部分ですね。これはあのベートーベンが付け足したところです。フロイデシャノル・ゲトル・フォン・ケン、トゥル・アース・エリズム、ここ出てくるんですね。ベイベイ・トレーティング・フォーエル・トレーキンヒム・リ・シポーレン、ハイリィ・トゥンと。まあこれはここでエリズムで出てくる。エリズムっては何かというとですね、今言いましたようにギリシャ神話に出てくるエリシン、ナなわちクサーした人々が死後に住むラクド、 理想郷ですね。ユートピアですよね。うん、えー、それユートピアになっていくわけです。ダイネッツ・ハーベル・ビンデン・ビーデル・バスティ・モデ・シテゲ・タイト。アレメンション・ベル・イン・ボール・デン・フィゲルア・この一番最初のダイネッツ・ハーベル・ビンデン・ビーデルってところが非常にありですね。それから、フロイデン・ツ <noise> ・アイツ。まあ、約はこの通りだと思いますけども、えー、ここの部分は問題ないですね。いやーとー。まあ、これはそうだってわけですね。あの、歌はあの歌が複層して続いていくわけですね。 そして、フロイド、トリンクン、アルメンシュン、アルデンドル、ブルン、<laughs> 出る難しいですね、ドイツ語は。アルレグーテン、アルンボーションああ。ということで、ここであの、ごめんなさい、ケルビムってのが出てくるわけです。ケルビムってのは、チテンシっていうふうに書かれていますけどもあ、ステート、フォンゴ・ガルト。ケルビスがか神の前に立ったって言う味ですね、ステート。 ケルビムという何かというとアッシリアの有翼人人面検診のグループなんですけども、えー、これはあの4つの顔を持ってて後ろにってまあこういうふうに書いてあるわけです。これ旧約聖書に出てくるで旧約聖書そのものがねあのアッシリア物語やあ,あるいはあのゲルガメシジョージ氏からのまあそれを改変して作ったわけですよね。それも,もうどうしようもないですね、事実ですから。そしてまあこのケルビムというのはもうあちこち自由に移動ができたという。まあ あのまあ、そういったあ、まあ、この方あれに車輪があって、とこは上がって、自由にまあ空を行き来できたということなんですね。まあ、このあたりはあの、暁さんは UFO に乗ってたというふうに、まあ、私もそう解釈しますけども、でこれがあのルシファーなんですね、バビロニアに残ってるルシファーの像なんですよね。で、有欲で体が鳥であり、そして、なんていますか、人間の顔で重心であると。 で確かにあの,あのギリシャ彫刻にもあのルシファーが残ってますけども全く同じものが残ってるんですよ。で足がこう鳥の足,足してんですね。でそしてまあ先読んできますとこういうふうにまああの大工の中のまあシラーの詩ですけどもね続いていくわけです。でまあ在中運ゲンミリオネント イとム償原、ミリオネン、ディゼンクス、デルガンツェン・ベルんですね。それから、ここに星が出てくることも不思議なんですよね。あのというのは、星の神が見て,てくると、あのシュメールの方に行きますから、太陽神というと、あのゾラスターからあのミトラの方へ流れていくわけです。アフラマズーからね。で、これがまああのルシファーなんですけども、あここにですね、ダイネツ・アベルビ・ヴィンデン、 ビデル、バスティモディシェーゲツァイって出てくるわけですけども、あの何時が魔力はという意味が出てくるんですね。大にも大きくしてみました。ダイネ、チャーベル、ビンデン、ビデル。これがそのまま歌の中にも出てきますよね。何時が魔力は再び結び合わせられると。ザーベル、ザャーベル、ザャーベルって言うんですけどね。これはあの魔力って意味です。間違いなく。あの私、ドイツ語の詩で確認のため調べてみました。 で大工についてはですねまああの 初めはあの歓喜に寄せてとていうことなんですけども、この次のところが気になるんですね。もともと大学のこのシラ,シラの詩ですけども、詩作品をですね、ここの赤字のところですけ1785年のシラの自由の詩は、フリーメイソンの理念をとあ詩にしたものであり、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたものであると。でそれをあのベートーベンが大変気に入って、それを自分の大学の中に取り入れたというわけですね。フリーメイソンが出てくるんですね、ここで。 まあ、ベートーベン自身もフリーメイソンだったという説もありますので、あのー、それ自体をまあ、まあまあ、もう一回あの簡単にあの太古の神々の経図をたどってみますと左が太陽神、右が星を神とする、えー、グループですね。 で例えばあの、シュメルではディンゲル、まあ、エホバですけども、神、もともと星を言うんですね。ディンゲルっていうのは星を言うわけですから、星イコール神なんですね。で左の方が今、あのアフラマズダーから、ゾラスター、サウスストラから、下がミトラ、それからミトラから仏教生まれで,ですけど、やがて仏教がミトラ教、あのいわゆる 魅力信仰をね、あのー、吸収するわけですねあの。そしてそれがごちゃごちゃになった状態で日本に来るわけで、でキリスト教、モハンメドまでもこうしてつな、まあ、がっていくわけであります。これはあのーで、右の方が、まあ、星々を神々とするあグループなんですけども、まあ、あのユダヤ、枠クみの間の中にあるわけですけども、あーこのグループですね。 その間にこのいわゆる旧約聖書が生まれるというわけです。ですから旧約聖書の中に出てくる、まあ、あの儀式そのものですは全部あのミトラ教のコピーですよね。まあ、コピーというかあのキリスト教がコピーするわけですけど、そしてあの先ほど言いましたように、えー、話のストーリーはですね、ギルガメシジオジシあるいはあのアシリア物語をもらうわけです。そしてできるわけですね、旧約聖書が。あのメソポタミンが滅んでから700、800年経ってから旧約聖書ができるんですよ。そしてその間にこのミトラ教とキリスト教が 激しい対立が生まれるわけであります。キリスト教が生まれてからね。というのはですね理由があるんですね。なぜキリスト教がですねミトラ教、あるいはゾラスタ教、悪魔と生き続けて、ローマ時代に徹底的に排斥したかということなんです。あの誤解ないようにしてくださいね。キリストが排斥したわけじゃないですよ。キリスト教徒の人たちが、人間が排斥したわけですよ。でここに大変気になる、まあ、論文ですけど見、見つけました。でこれを私あの、最初に見つけた時には、まあ、これは、あの ある程度知ってた部分もありますけども、まあ、やはりこういったその研究がですね、まあ、なされているということに驚きましたですね。まあ、日本人がするならわかるんですけどね、まあキリスト教国の国でこういう論文を発表することは大変勇気がいることだと私は思います。あの命がけですね、アンチクライストなんて、あの以前あのレベラ,ラベルを貼られますとも死刑ですからね。あの 12月25日がとにかくあのキリストの誕生日、イエスキリストの誕生日でないことは、これはもう常識ですよね。もともと12月25日というのはミトラの誕生日だったんですね。それは当時ですから。えー、で、そのことをい書いてるわけですね。ミトラは12月25日に生まれたと。アナヒータから。これもあのゾロアスターの六神の人ですけどね、あの人は思います同じ名前の生物か,から生まれていると。それから、馬あのね、馬、ま、の餌,餌箱ですから、ね、餌の中で、えー、羊,羊飼いたちに あの見守れて生まれたと。それであのミトラは、ミトラですよ、あの歩きながら説教していったと。それから12人のリサイプルズ、弟子を持っていたと。12人のコンパニオンですね仲間、あるいは弟子を持っていたということを言っているわけです。 そして彼はいくつかの,あの奇跡をしてみせたと。そして彼はサン、太陽、ミトラ、セクシュルヒューンセブバー、ボールピー世界平和のために自分自身を太陽の偉大な王子としてミトラは捧げたとありますね。この5番も、についても後で調べてみました。その目標を申し上ていますが。で、彼はですね、ソーラーカート、太陽の乗り物に乗って天へと戻っていたと。 登っていって、そしてまたもっと、ascended to heaven。そして天国へ向いたと。いわゆる天地を自由に行き来したということですね。ミトラはまたか、神の羊飼いとみなされていたと。私は道であり、信じてそして光であると説いたと。 それから私はあの救世主でありね、そしてメシアであるというふうにミトラは見なされていたというわけですね。で、メシアという言葉そのものがミトラから生まれているんですよね。まあ、生まれているというかミトラ教から出ているんですね。8番目、えー、ミトラはですね、いわゆるその、 万能主義者で、そしてすべてを聞き、すべてを見すべてを知っていたと。で、彼を騙すことできないと。で、彼はライオンであり、また羊であると。そういうふうに、まあ、見なされてたってわけですね。時にはライオンのように割り、そして優しい羊もなったって意味でしょうか。それまあ、それは、これ、ミトラ教のあの話なんですよ。で、彼は、あのロードデイズですね。間違いあののこれはあの 神の日をですねあの定めそしてキリスト教が生まれる何百年も前にも定めていたと。で彼の宗教はですねあ晩餐であると。 神々の夕食であるとそれを非常に、まあ、重要していたということですよね。まあ、晩餐ですよね。で、12番目に彼は兵隊の額に印をつけていたと。で、ミトロはバプティズム、国家自由ですね。洗礼ですね。洗礼を強調していたということは、キリストが生まれるもう以前からですね、以前1世紀にはもう栄えてましたから、バプティズムを行っていたと。これがあのミトロ、ごめん、あのザ,ザウスシトラですよね。あ これがキリストですよね。あのー、そうですね、あのー。反転してますけどね、そが。で、このミトラ教とあキリスト教を比べてみます。このまあ、先ほどのミ,ミトラですね。で、3人の先生術の予言により羊感が予言すると。先生術たちは捧げ物を持ってミトラの誕生日を祝うと。ここにあるミトラ教、キリスト教の福音書と同じなんですよね。あのー、内容は同じです。ほとんど同じですね。3人の人が来ると。生誕地は馬屋。 でからあの、まあ、キリスト教は基地下の洞窟。もともと生まれたのは洞窟だったもんですからね、その当時は。あのですから、まあ、それはま不思議じゃないと思います、えー。それからさらに詳しく調べてみますと、12月25日がミトラ教の誕生日、いわゆる当時祭ですね、なったわけです、ね。キリスト教は12月25日のイエス・キリストを生まれたということが、これは、まあまあまあ、ちゃっかり横取りしたわけですね。 そして比べてみますと、今度は奇跡を行うんですけども、ミトラの方にも同じ,同じというか、逆に同じの死者を蘇みがらせる、病気を治す、盲目者を治す、歩けない者を歩けるようにすると、ちょっと違ったといえば、キリストの方は溝を淡いに変えたという話ですね、弟子は十二星座で十二神、そしてキリスト教の方は十二使徒と、春分、ミトラの勝利日なんですね、これは、春分って春はあの太陽が戻ってきますから、もともと太陽信仰ですから、それを復活祭にしたと、イースターにしたわけですね。 そして、ミトラは天井に帰る前日にオリンポスで食塩をあげるわけです。オリンポスってあげたんですよ、皆さん。ここが重要ですよ。ギリシャ、ギリシャのオリンポスですね。で、処刑前日にキリストの方は最後の晩餐をするわけです。ただし、この史実はありません。で、生体配慮についてはパインとワイン。パンとワインと。で、イエスは自分のパンを与え肉だ私のワインを与えて、これに、あ、あのー、血だと言ったわけですね。で、地下や洞窟でやったってわけです。で、あの、これ面白いこと。 それであの、キリスト教の方もカンタコンペというのがあるわけです。空海も高野山の奥の院に持ってますね。それから先ほど言いましたように洗礼、バプティズムですね。洗礼,洗礼しながら水につけると。 これもあのやっぱりミトラもキリスト教も同じです。で、最後の教えはミトラは光であり、道であり、私は復活すると言って言葉を残してし、まあ、なくなるわけですねおなあ。天へ帰るわけです。そしてキリスト教のキリストのイエス・キリストの方も私は復活するという宣言して、まあ、処刑されるわけですね。 で、ミトラの日はあの光の天使軍に加わりあ、いわゆるハルメゲドンの時にね、ミトラはハグパに乗って現れると同じですね。ヨハネも,も目次録と同じです。メシアっいうのはミトラ自身を言うわけですね。で、英語で、あの、 キリスト教にとってメシアというと、まあミ、ミトラのことなんですけれども、救世主と、まあ、変音して訳しているわけですね。安息日は日曜日。旧約聖書では土曜日だったんですけれども、後に日曜日に変更しました。で、故障をね、ファーダーというの、まあ、これはあのミトラ教も、ミトラ教もキリスト教もないです。で、父親はミトラにとってはアフラマズダーになるわけです。オンチチになるわけですね。キリスト教ではオンチチ。で、立場は太陽神であり、あなてますか、私は光であるというふうにイエス・キリストは説くわけです。まあ、このように あの小波砲から調べていきます。これはもし皆さんお疑いであれば自分でね、ミトラ教を調べられましたり、簡単にもうインターネットで調べられますから、調べてあの確認なさることは非常に重要かと思います。私も何度も他のところであの検証していました。そこでですね、まああのミトラ教と新知学サイウェブサイトに次のように書いてあります。これは私で言えじゃありませんああの下あの ミトラ教はあの1世紀から4世紀にかけてキリスト教と並ぶ救済宗教として非常に大きな力を持っていたと。ところがですね、まあ、不幸にして、まあ、非常によく似て,似てるというか、キリスト教の方が、まあ、はっきり言えばあの全てをまあ、真似したというか、そういう形なわけで、だってあのミトラ教の方が早いわけですからね、もうゾラスタ、それからミトラというふうにつながっても、あのそのキリストが生まれる頃にはもうあの、ペルシャから、もちろん、あの イスラエル全体も全部含めて全盛期を誇ってたわけですからあの逆ということはあり,えないありえないわけですよね。で、あまりにもこの似てるものですからあのキリスト教の側の信者たちはローマの国境になってからですよあの力を得てからもう今度はあのゾラスター教とミトラ教を徹底的に弾圧するわけであります。もう粉々に弾圧するんですねもう恐ろしいと言いますかその歴史もまた凄惨なものですね。 で初代のキリスト教会はミトラ教を激しく断絶したと、あまりにも両者は似ているため、あるキリスト教とはミトラ教を指して悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教だという、まあ逆のことを言うほどだったということを、まあ、言ってるわけであります。あの、まあ全く逆のことなんですね。 えー、で、これがまあミトラ神であると。ミトラをミトラを悪魔と見立てて、そしてそのキリスト教徒たちはミトラ教、あるいはトラスター教をまあこの流れに破壊するわけです。本当に破壊するんですね。もう姿形がほとんどなくらい、まあ、今のもの、あのほとんど残ってませんからね。もともとゃあアフラマズダ、これが右がアフラマズダですね。であの、えー、そしてヘリオスと、まあ、仲良く手をつないでます。ヘリオスはこれ超党人間じゃなかったかと思ってますよね。帽子の形から。 そこでもう一つエリズムというのを調べてみますと、このエリズムというのはギリシャ神話出てくるわけですよね。あのギリシャ神で、いわる理想教ですね。で、この中でいうシンフォニーはですね、えー、こうなりますと、あまさに、まあ、キリスト教徒側から見れば悪魔をあのたえた歌ということになるわけですよね。 でもなければ、大空交響曲はミトラ、ミトラ教をたたえた歌すなわち少な、すなわち少なくとも、私たちがイエスと呼んでいる神をたたえた歌ではないということは確かですね。 でまあ、最後にまあ一つだけ、あの暁さんがおっしゃっているアポロの顔はミッドラスの顔と全く同じですという、この部分ちょっとあの気になりましたので、まあ、念のために検証してみました。まあどの像のことをおっしゃっているのか、このメールだけではかりませんでしたので、まあ、私が拾える範囲で拾っていますから、アポロのギリシャ彫刻ですね。まあ最も有名なのを選んでみました。まあこれ見てくださるときにやっぱり体もあの見ていただきたいと思うんですけどもね。で今 アポロの顔が出てきますが、ギリシャ彫刻のアポロの顔ですよ。あのいわゆるギリシャ人たちがどういうふうに今描いていたかということなんですけども、これがあのミ,トラのあのミトラ像もですねあの、顔、何体もあるんですけどね、本当にわずかに時間差を変えて 3D 写真化したという、まあ、まさにデータベース取ってプログラム加工したという感じの像なんですけどね。 これもあのギリシャ彫刻のインチキの一つの例なんですけどもねあの明らかに 3D 加工機で作ってますねでこれがあのアポロの顔とこれがあのミトラの顔なんですけどもまあ、似てるといえば似てない似てないと言えば似てるって感じですけどもね、まああの 敦賀、はいまあ、さんがどの部分をおっしゃったかは分かりません、で最後にもう一つ気になっているのは、まあ、先,先ほど申し上げましたように、もともとシラーのこの曲はですねドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたということなんです、そうしますと、そのフリーメイソンはこれを許容したということは、ですねあのイエス・キリストをたたえた、歌たてないことはこれ確かなんですね、で旧約聖書の中の神でもないわけですよね。 あくまでもキリシャ神はさらに言えばミトラ教オのまあ神々をたたえた歌であるということになってきますとフリーメイソンの性格って言いますかは何だったのかというまた謎も湧いてくるわけであります。ということでまあ今日はショッキングなタイトルをつけましたけどもまあとは皆さんご自身で吟味してください。また私の方でもえいろんな角度から検証しています。Thank you very much for watching and see you next time. b y e h e l l o This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about Mozart, the greatest artist of the world. And he's also under a great mystery of history, uh, along with uh, Ludwig uh, van Beethoven. In Japanese, Mozart is Mata surrounded by 東京在住のタカさんよりこのようなメールをいただきました。モーツァルトはフリーメイソンだったそうですね。これは間違いありません。モーツァルトはフリーメイソンでした。そしてモーツァルトの魔キの中に出てくるザラ,ストラザラストロというのはですねいわゆるザラス・シュトラだというわけです。ザラス・シュトラというのは誰かというとまあ何度もあの説明してきましたようにザラスター教の まあ、階層教祖なんですねでザラス・シュトラがロザラスター教を開きそしてそれが、まあ、ミトラ教育とつながりギリシャ神話へとつながっていくわけでありますその過程で、えー、仏教が生まれキリスト教が生まれ続いてしばらくおいてイスラム教が生まれるわけでありますその原点にいるのがザラス・シュトラということになりますでモーツァルトは その何て言いますかフリーメイソンの精神を織り込んで「魔キという交響、まあ、曲を作るわけであこれはあのごめんなさいあのオペラを作るわけですね。でそのオペラの中には、えー、フリーメイソンの精神が織り込まれてるんですけどもモーツァルトの旧詩はフリーメイソンの競技を漏らしたためフリーメイソンのメンバーが暗殺したという説があるほどであると。 まあこれは現在否定されているということなんですね。で、オペラ・マテキというのはどんな曲であったか、あオペラであったかというとですね、まあ,あ,のあ、あの、オペラの中ではザラストロ、ザラストロというふうに書いてあるんですかね。ごめん,あのごめんなさい、ザラストロというふうに、まあ、あのウィキペダルの本で書いてありますけども、ザラストロのことです。 ということでオペラが何て言いますか驚きと言いますかあの先日調べましたあのベートーベンの大工もですね、えー、その中に少なくともキリストという神でもない旧約聖書の神でもないギリシャ神話に出てくる神々を讃えるさらにはその,向こ,うの向こうにいるミトラを称える合唱曲であったと合唱付き交響曲であったということが わかったわけでありますとなるとあの時代のあの音楽というのはですねまさに底なしの音楽となってなっていくわけであります。どうか魔キをお聴きください。 ビデオの中ではベートーベンの大イの謎に迫ってみます大イというのはまさにフリーメーソンをたたえたガシ付きキー、曲ーであったわけです。Thank you very much for watching and see you next time.Bye.Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan January 24th, 2014.Where did human come from and where do humans go to?This is a story about it for today in Japanese. 人間はどこから来たのかどこへ行くのか誰が人間を猿から人間に変えたのかギリシャ神話によればそれはプロメテウスということになっています。 まあウィキペディアの説明によればですね先見の目を持つ熟慮するものというのがプロメテウスの意味なんですけどもこのゼウスの反対を意識って天界の火を人間に与えたのがプロメテウスということになりますパンドラの箱パンドーラって言いますけどもその話もこのプロメテウスに関して生まれたものです人間は火を使うことによって大きな 役割を果たしているけれどもしかし一つ間違えばそれは人類を滅亡へと導くという意味なんですね。だから皆さんはこれについてただの神話であるとあるいは私がそういうことに対してねこういうふうに言うことに対して林は頭おかしいんじゃないかと思うかもしれません。しかしこの考えは私の考えではありません。すでににある人たちにとっては それは常識となっていました。この映画の制作者はそれを知っていたと思われます。プロメテウスという映画なんですね。要するにプロメテウスが人間にですね火の使い方を教えたあるいはそれに まなてますかそうしたものを使う知恵を与えてしまったそしていつか人間はですね神々あるいはエイリアンを知っていたわけですこのままではいつか人間は原子力あるいは核兵器を手にするだろうってしかしそれはある意味で猿がピストルを持つようなもんなんですねそこでプロメテウスはですね 私たちはあなたたちを見てますよという意味で I a providence 摂理の目というのを用意したわけでありますずっと監視していますよという意味なんですねでそれがまたフリーメイソンのシンボルマークにもなっているわけです I a providence すなわち摂、えー、理の目まあ神の目ということになるわけですけどもここでいう神というのは まあこれはあのキリスト教側が描いた絵でありますけれども、ジーザス・クライスの上に、アイア・プロヴィランスがあります。しかし、こんなことはありえません。というのもですね、もう一つ、神の形図といいますか、流れを見てください。アフラマザーです。太陽の神です。神の中の神ですね。で、それから、ゾラスター教、ザウスストラが生まれました。そして、ミトラ教へと進んでいくわけですね。 ザウストラのことをツアウストラとも言います。そしてイエス・キリストが、いわゆるキリスト教がこの間から生まれたわけであります。そしてミトラ教の神,神々の世界、あるいはゾロアスター教の神々の世界を表したのがギリシャ神話の世界ということになります。ところがですね、キリスト教というのはですね、ミトラ教の完璧なコピーなんですね。この部分にそれが書いてあります。な、まあち、ミトラは 誕生日は12月25日であるとか12人の弟子がいたとか、えー、ミトラはですね奇跡を行ったとかということが書いてあるわけです。で天,天へ登ったり降りたりしていたで、えー、ミトラは万能であったとかそしてミトラは神の日を定めたあるいは,洗礼,もは洗礼を始めたのもやはりミトラですねミトラ教です。そこで ミトラ教とキリストト教教をもう一度比べていますミトラ教は3人の先生樹子の予言により羊飼いが見守る中で生まれたわけですね。福音書の記述と全く同じですね。で、馬屋である。女で共に少女で生まれている。それから奇跡もやってますね。しゃべりがありやする、病気を治す。ももくしを治す。歩けないものは歩けるようにする。これも共通してますね。自重に正座、十二神。で、春分。ミトラの日が ーイースターになったわけですね。そしてミトラは天上に帰る日に、天に帰る日にオリンポスで仕組みを上げます。初見前日に最後の晩餐をする。晩餐というのは非常に重要な意味だった。もう思っていたわけですね、ミトラ教では。で、パントワイン。で、洞窟や地下。キリスト教も原始キリスト教の部は地下で儀式を行ってたんですよ。それから信者に水を浸す。これバプタイですね。同じです。で、ミトラは控えであり、道である。 私は復活すするといいう言葉を残したいキリスト教も同じですそして最終戦争の時にミトラは白馬に乗って現れるとこれもヨハネの目次録と同じですでメシアというのはミトラ自身を言うわけですで安息日は日曜日旧約聖書では土曜日だったんですけども後に日曜日になりましたで神父を父と呼ぶそしてアフラマズダ創造主いわゆる神の神は誰かというと アフラマザーなんですね。ところが、キリスト教の父は分かってないんです。誰もイエス・キリストの父を知りません。なぜならば彼は父を持っていませんでした。で、これがですね、あの、まあ、ミトラ教と、まあ、ゾラスター教をですね、キリスト教が悪魔と位置づける理由でもあるわけです。あまりにも似てるわけですね。ところが、まあ、ご存知のように、キリスト教はその後に生まれてますからね。 でもすでにミトラ教はですね、あのゾラスタ教は10世紀元10世紀頃からもうでに始まり、紀元1世紀にはもう、えー、ペルシャ一帯を、勢力を持っておりました。で、それを真似して、まあ、真似どう真似したかは、コピーしたかは、今は皆さんにお見せしましたけども、キリスト教が生まれるわけですね。そこ,そこであまりにも似ているものですから、えーキ、イエス・キリストにあたる 救済者すなわちミシアメシアはミトラ教そのものだったということなんですよね。メシアというのは。で、このウェブサイトが言うには、あまりにも謹慎像ということもあるが、近親像近かったためにですね、むしろキリスト教はですね、ミトラ教を悪魔と位置づけ、悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教だとまで逆にね、主張するようになってしまったということなんです、まあ。それともかくとしまして、 その精神いわゆるアフラマズーからゾラスターそれからミトラそれがギリシャ神話の精神というのは実はフリーメイソンが受け継ぐわけですねそれゆえにフリーメイソンというのはキリスト教に拒否されるわけです排斥されるわけですキリスト教とフリーメイソンの関係についてもウィキペディアは説明しています、えー、クリスチャンの宗派はメイソンに対し公私性で信者たちに会員になることを禁止したり反対したりしてきたと でカトリック教会によるメイ,ンメイソン批判がなされてきた。これはもうずっとそうなんですね。フリーメイソンには入るな、あいつらは悪魔だっていう考え方、を教えをしてきたわけですね。しかし、なぜそのカトリックロー、キリスト教が、まあ、メあのフリーメイソン来きたたかという理由はもう先に述べました。そして、特にフリーメイソンに入会する者から必然的に波紋になると明白に歌っていると。 また、教会法によれば、メイソン的と思われる書籍が禁止されています。まあ、このようになぜ、まあ、あのキリスト教側がフリーメイソン側に攻撃しているかということが分かるわけです。これで分かっていただけると思います。さあ、この目が誰の目であるか、もう皆さんお分かりですね。これはキリストの目ではありません。キリストが言う神の目でもありません。これはプロメテウスの目ですと。 赤月さんはそのように教えていただくださいました。先見の目を表すのは。ならち、プロメっていうのは前を見るというんです。メテウスは予言、まあ、知るという意味ですね。ですから、前もって知る。それを、まあ、端的に表したのが、まあ、映画、プロメテウスであったわけです。これは私の考えというよりもですね、でにそれを知っていた人がいて、そしてこうした映画を作ったということなんですね。しかし私はですね、ここで何もキリスト教が間違っているとか、ミトラ教が正しいとか、そんなことを言っているつもりはありません。 大切なことはですね私たちがこうした事実を知りそして一緒に平和に暮らすことだということなんですねそれはモーツァルトの「魔キの中で説明いたしました私たちはこれ以上国家同士あるいは宗教で宗教間でですね戦争すべきじゃないそして彼らが言う神々が言うあるいはエイリアが言うファイアをですね今すぐアバンダンス、まあ、放棄しなければなりませんそれが唯一人間が生き残る道だと私は考えます しかしこのことはこのことも私の考えではありませんすでに50年前に知っていた人がいましたそれがこの映画です